到着したのが15日の夜とかあったよね、確か。そう。15日の夜に到着して、で、まあ夜中に、2日ぐらいずっと起きてたんだよね、多分。ほぼ。ぶっ通しで起きてて、で、その後、多分3、4時間寝て、初めて次の日に、16日に、あの、シンジケートっていうね、ラスベガスにあるジムに練習に初練習に行きましたね。で、その土曜になんかプロ練習があるって聞いて行ったんですけど、なんかその日が土曜日はあのフリーマットだったみたいで、その全然クラスとかなかったんですけど、なんかそれでもなんか30人から50人ぐらいの選手がいて、でそこでみんなスパーリングしてたんで、早速あのキックボクシングスパーリングを参加してたんですけど、でなんかそこにいる来てるメンバーはなんかアマチュアの選手と かプロになりたての選手がなんか多いよって聞いてたんで、まあ時差ボケもあったし、なんか寝不足だったし、最初はちょうどいいかなみたいな感じで、参加したんですけど、なんかやってたら一人めちゃめちゃ強い人がいて、あれみたいな、こっちの選手はもうアマチュアの選手とかでもめちゃめちゃ強いのかなみたいなそれかなんか俺がめちゃめちゃ時差ボケで弱ってんのかなって思ってたら、なんかいきなりそのバンタム級の今ランキング6位だったかなのなんかメラブ選手っていう人、 UFC のだったみたいで、そう、そういきなり俺知らずにさやって、でなんか結構強いからあれみたいな大丈夫かなみたいな、ちょっといきなり心折れそうになったんですけど、すごいね、そういうのがゴロゴロじゃ出入りしてるんだ。そうで、なんかスパーリングやって、なんか最初マスでやってたんだけど、まあ、なんか俺も結構ぶち込んだりしてたら、なんか結構ガチスパみたいになっちゃってで、なんかその最初フリーマットの中に飛び込んで入ってたからさ、なんかそのみんな誰も相手してくれなくて、なんか誰か変なやつ来たなみたいな感じだったんだけど、まあそのメラブ選手と結構バチバチでやってたら、みんながなんか君強いなみたいなどっから来たのみたいな感じになって、強いそうで、なんか結構やっぱりなんか分かりやすくて、その最初全然相手にしてくれないのに、その結構格闘技の技術とかに認めてくれると、なんかすごいあの歩み寄ってくれるというかさ、リスペクトしてくれて、なんか俺ともやろうよみたいな感じでいきなりね、初日からかなりいい練習ができましたね。すげえ、いいね。でなんかその後そのメラブ選手ともまあ2回ぐらい練習してるんですけど、なんか向こうも最初なんかアマチュアの選手だと思って普通に来てたらしくてなんかそしたらなんかおかしいぞみたいな感じでお互いに思ってたみたいで、そうで、なんかね、あのウルカ選手とかと一緒に練習してるなんかチームメイトだったみたいなんで、そうだから俺の試合も結構見たことあったみたいで、ウルカ選手とじゃあ海外戦ったことは知らなかった、そのその最初会った時は分かってなかったけど、うん、その後からその喋ったりして気づいて、おお、あん時のみたいな、なるほどみたいな感じで、そう。でその次の日の練習からはね、もうあの打撃に付き合ってくれなくなりましたね。もうすぐテイクダウンに来るってでもめちゃめちゃ強いですね、やっぱり UFC のそのランキング6位ってやっぱあトップ選手だなっていう感じはしましたね。あ、ちょっとわかんないですけど、なんちゃらなんちゃら12233ベラッチオ行きました。ベラッチオってなんだ、なんだろう、カジノじゃないですか。カジノね、まだやってないんですけど、すごいですよ。まずあの ラスベガスの空港に着いたら、もう空港にカジノがあるんですよ。なんか普通にさ、ゲームセンターみたいな感じで置いてあるよね。置いてある。そう。自販機より多い。そう。自販機かと思ったら普通になんかもう台。台。もう普通になんかお金かけられるんだよね、あれ。うん。ここにでもスーパーにでも。すごいな。ついに来ましたよ、ラスベガス。着いちゃいましたね。到着。こんな感じなんだ、空港。
すごいね。このカジノがさ、らしさ全開。ザ・ラスベガスって感じだね。だってこれゲームセンターじゃないですもんね。ガチでお金出てくるでしょ。斉藤くんが全部お金取られて帰れんくなりゃお家じゃないかな。いやこれはちょっと心がもう踊っちゃいますよ、ね、てか夜7時なのに何この明るさ、ね、あそこもうこんな感じなの7時か。すごい全然明るいから。めっちゃ明るいね。26度らしいよ今。あったかいやん。暑いよ普通に、この格好じゃ。はい、ということで、こっからアメリカで一生懸命頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。